モンスターズインク、モンスターズインク、現代は2001年に公開されたディズニーとピクサー制作の長編フル CG アニメーション映画。ピクサーの長編アニメーション作品としては第4作目となる。日本では2002年3月2日に公開された。ピクサー作品では初めてジョン・ラセターが制作総指揮に回り、ピート・ドクターが初監督を務めた。2001年のアカデミー賞では、作曲賞、主題歌賞、音響効果賞、長編アニメ賞にノミネートされ、そのうち主題歌賞を受賞した。舞台は、モンスターの世界。ケムクジャラの青いモンスターサリーと、その相棒である緑色の一つ目モンスターマイク、ワゾースキは、大企業であるモンスターズ株式会社、モンスターズインク働いている。モンスターズインクの業務内容は、無数に保持している人間の子供の部屋へ通じるドアから子供部屋にモンスターたちを送り込み、怖がる子供たちの悲鳴をエネルギーに変換、モンスターの世界へ供給するというもの。この世界では人間の子供は危険とされており、怖がらせるのが仕事であるモンスターたちは同時に子供たちを恐れてもいる。サリーはこの会社で誰からも尊敬される大社長のウォーターヌースから仕込まれた。No.1の怖がらせ屋だった。そんなサリーを敵視しているのはサリーに次ぐ2位の怖がらせ屋のラドールだった。彼はトップに出るためならば手段を選ばずアシスタントに八つ当たりするほどの卑劣で意地の悪いモンスターだった。昨今、映画やゲームなどの影響からモンスターを今までのようには怖がらない子供が増え、会社の業績は悪化、またモンスターたちが住まう。この世界のエネルギー不足も深刻化していた。さらには他のモンスターが間違って人間の世界から誤って靴下等を持ち帰った際には消毒される羽目になってしまうのだった。ウォーターヌースの頭を悩ませるのはそれらに伴うエネルギー不足の改善されないことやトータルノルマの仕事ができないこと、驚かない子供たちの部屋のドアの放棄。さらには緊急時による作業停止などによる会社の業績悪化だった。会社のためにも日々仕事を頑張るサリーとマイク。そんなある日、マイクから書類の提出を頼まれたサリーは出入り可能の状態の白地に花柄のドアを見つけると不注意で人間の女の子ブーがドアの向こうからこちらへ入ってくる場に居合わせて死う。ブーのことをマイクに伝えようとするもおかげで街は大混乱し、マイクとセリアのデートも台無しになってしまう。サリーとマイクも最初は有害だと思い、怖がっていたが、子供は危険じゃないと知ったサリーはブーに、モンスターの着ぐるみを着せて、サリーのいとこの姉さんの娘を装いながら、元の世界に帰そうとした。しかし、そこにはランドールがブーを誘拐しようと車内をうろつき回っていた。さらに秘密の実験室を発見し、ランドールをかいくぐりながら、会社を出ようとするマイクの意思を無視してサリは、ウォーターヌース社長に、ブーのことを話そうとするも研修生に見本を見せろと言われ、仕方なく吠えるも不幸にもサリーに近づいた、ブーまでも怖がってしまう。マイクは社長に、ブーが危険じゃないこととランドールの企みを話すと、この子を何とかしようと言いつつ、ブーのものではなく、追放用のヒマラヤ山脈行きのドアを用意した。なんと、社長はこの事件の真の黒幕で、ランドールもグルの部下だったのだ。そして、サリーとマイクをヒマラヤ山脈へ追放してしまった。ブーに嫌われたと落ち込むサリーは同じく追放されたイエティから子供の話を聞き、村まで目指し、八つ当たりで喧嘩したマイクも、ブーのことがほっとけず、後を追い、無事帰還した二人はブーを救出し、ランドールを退治して、人間の世界に追放することに成功。さらにウォーターヌースの本性を見せるため、二人はウォーターヌースを罠にはめ、会社を救うためなら1000人でも構わず誘拐すると、再びブーをさらおうとするところをセディに目撃させ、自分の陰謀暴露に成功し、業界での面目を失った、彼は逮捕された。すると二人の前にセディの隊長、ロズが現れた。この事件を聞きつけた。ロズは、ブーのことを知り、ドアシュレッダーを用意させる。そして、サリーとマイクはブーに別れを告げると、ブーのドアは、ドアシュレッダーで処分され、証拠隠滅され、サリーは思い出の品としてドアの破片を握りしめた。一方、社長は逮捕され、会社は倒産してしまい、仕事がなくなったと焦る社員たち。ブーとの別れに悲しむサリーに、今回の事件に対して、マイクが言った、結構と笑えただろうと言い慰める。だがこれをヒントに、サリーは明暗を思いつく。サリーは、ブーとの冒険で、笑いは、悲鳴の10倍のエネルギーがあることを知り、モンスターズインクの4代目社長となり、会社の方向性を子供を怖がらせるのではなく、笑わせるという方向性にシフトさせ、改革を成功させた。社員も子供も楽しめる、最高の会社を作り上げるも未だに、ブーのことを忘れられないサリは、ブーの絵とドアの破片を眺めていた。そこへ、マイクが現れ、ついていくように言うと、目の前には壊されたはずのブーのドアが、マイクが自らの手で修復したのだった。サリーが保管していた破片をはめるとドアは完成。そして、ドアを開けて、ブーを呼ぶと、どこからか女の子の声が聞こえた。サリーランドール・ジョージを除く、怖がらせやモンスターたち。全員それぞれ異なった外見と特徴を併せ持ち、子供たちを怖がらせるが、事件解決後は子供を笑わせる会社となったため、今は子供を笑わせるために腕を磨いている。ほぼ全員、名前はスタッフから取られている。また、一部本名が名前の由来となったスタッフの本名そのものであるものもある。山崎弘美作画で、コミックボンボンに連載、単行本一巻。マイクとサリーの新車で GO は2002年にピクサーが制作した3分54秒の短編アニメーション作品。第75回アカデミー賞短編アニメ賞にノミネートされた。監督は本編と同じくピート・ドクターが務める。登場するマイクとサリーの声優及び日本語吹き替えの声優も本編と同じ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。